この前さ、団長さ、なんかね、話覚えてるかな？サンデーマッスルで前に話したんだけど、体調が良くなくてさ、あんま配信できない時にさ、でもちょっとは配信したいから、ちょっとは配信して、した方がいいと思って、そう、夢でさ、夢の中でその気持ちが溢れ出ちゃって、金曜ロードショーをミラーするみたいな。映像をね。そう、同時視聴しようみたいな。体調悪いから、そのゲームとか雑談とかちょっと1時間やるのしんどいから、20分間だけでも、金曜ロードショーを同時視聴しようと思って、で、20分だったら、ちょっと、ただの同時視聴だと、みんなやっぱ、寂しいかなって思って、その映像をね、もう著作権の終わり。そう、それを、配信に乗っけて、ジブリみたいなやつを乗っけて、で、何を思ったか20分終わって、で、みんなありがとうって言って、その後寝て、朝起きて、著作権でバンされちゃうから消さなきゃみたいに 思って、で、そこで YouTube チャンネルを見たら、チャンネルがなくなってて、マネちゃんから、ノエルさん、チャンネルが消えてるんですけど、どうしたんですかね？今問い合わせてるんですけど、ああ、ごめんな、何が起こったんですかね？って言って、で、マネちゃんに、いや、自分、ちょっと金曜ロードショー移しましたって言えないわって言って、終わるみたいな、そういう夢を見たんですよ。で、皆さん、団長も知らなかったっていうか、エゴサで気づいたんですけど、6月10日のサンデーマッスル、動画消えてるの知ってますか？皆さん、なんと、白金ノエル、配信始めて4年経つんですけど、著作権で消えちゃいました、動画。いや、まさ夢。いや、これ多分5番だと思うんだけどね。と、5番だと思うんだけど、いや、びっくりしたの。で、パソコン自体さ、ちょっと触れなかったから、パソコンで見たら、自分の YouTube チャンネル見たらさ、なんか、ペナルティーとか出てきて、ふぅーって思って、ひぅーってなってさ、で、動画が消されちゃったからさ、内容がわかんない、確認できなくて、でもね、みんなの、ノエルームでつぶやいてくれたスクショとか、あと配信の内容のね、つぶやき的に、まず BGM はこれじゃん。フリー音源のこれ。で、写真も出してなかったんよ。そう、写真も出してなくて、だからほんといつも通りの配信で、バンされちゃったか、多分5番だと思うのよ。だから、マネちゃんにそこで連絡して、ちょっと確認してもらってんだけど、どんな下ネタ言ったか思い出せ。下ネタでなんで著作権に引っかかるね。下ネタ、言っとくけど、下ネタでさ、何の著作権があんのね。ちょうど、ないだろう、著作権なんて。無礼講だろう。そう、だから謎なのよ。いや、マジで何もないんよ。いや、ワンチャンあるとしたら、ペコラの ペコラが、ワンチャンあるとしたら、ペコラッチョが、スチームの、古戦プッシャーをプレゼントしてくれたときに、ピャーピョーピョーではっていう文章を載せた。それしかない。それしか心当たりない。ペコラッチョしかない。 え、マジペコラッチョのピャーピョーピーピョーではしかないんだよ。え、それ引っかかった？いや、んなわけない。一応、古戦プッシャーの、画像とかも出してないの。その文章だけしか、ペコラがしなわけないでしょ。ペコラッチョが著作権申したって。いや、ないですから。ペコラッチョ、それはちょっと、ペコラにちょっとね、風評被害ですよ。5番だと思うんで、ちょっとしばしばお待ちください。もう一回見たかったのに、みたいな。何を見たかったのかわかんないけど。そんな、先々週、そんなめっちゃ、何回も聞きたくなるような話はしてないと思うんだけど、でももう一回見たかったのに、ちょっと見れなくなってるみたいなね、ことがありましたんで、そのリスナーさん、ちょっと待っててくださいと。